はい、はじめまして、ゆうのすけと言います、ね。今回で再開動画7回目となってます。で、今回歌は雪の花を歌います。中島美香さんの歌です。で、音源はインストカバーさんの使わさせていただきます。で、今回ね、ちょっとね、原曲よりはちょっと高めのキーの声になってます。で、だから、今回は JK バージョン、高校生バージョンということで、ちょっとね、軽く見ていただけたらなと思います。で、今回トークの方が、株のホワイトシチューについてお話したいと思います。ね、今回ね、本当は言うと原曲で歌えたらいいんですけど、ちょっとね、最初はね、これに近い音で歌えてたんですけど、ちょっとトラウマがあってストレスでその声が出なくなっちゃったんで、今回は高めの音域で歌わせていただきたいと思います。じゃあ行きます。伸びた影を歩道に並べ、夕闇の中を君と歩いてる。手をつなぎでいつまでもずっとそばに入れたなら泣けちゃうぐらい。風が冷たくなって風の匂いがした。そろそろこの街に君と近づける。季節なく今年最初の雪の眺めているこの時に幸せが溢れ出す。甘えとか弱さじゃない、ただ君を愛してる、心からそう思った。君がいるとどんなことでも乗り切れるような気持ちになってる。幸運な日々がいつまでもきっと続いてくことを祈っているよ。風が窓を揺らした、夜は揺り起こして、どんな悲しいことも僕が笑顔へと変えてあげる。舞い落ちてきた雪の花が外ずっと降り止むこと知らずに、僕らの街を染める。誰かのために何かしたいと思えるのが愛ということを知った。もし君を失ったとした
て君を照らすだろう。笑顔も涙に濡れてる夜もいつもいつでもそばにいるよ。お年最初の雪の花二人寄り添って眺めているこの時に幸せが溢れ出す。甘いとか弱さじゃない、ただ君とずっとこのまま一緒にいたい。素直にそう思える。この街に降り積もってく真っ白な雪の花、二人の胸にそっと思い出を描くよ。これからも君とずっと。ありがとうございました。続きましてトークなんですが、カボのホワイトシチューについてお話したいと思います。で、このメニューははっきり言ってお正月までの期間限定に作らないとあんまり美味しくない料理です。で、皆さんね、カボって料理されることもあると思うんですけど、どんな料理されますか？やっぱし漬物とか煮物とか多いと思うんですけど、それだと野菜ね好きじゃない子とかいらっしゃったらあまり食べないっていうことないですか？で、そういうことが家であって、母がじゃあホワイトシチューにしたら嫌いでも食べれるんちゃうかな言ってたくさん作ってくれた料理です。で、カブなんですが、最初にちょっとね、言ったいんですけど、カブって、お正月過ぎたぐらいからちょっと皮が分厚くなって、身もちょっと硬くなって、この料理に適さなくなるんで、本当に今の時期のカブを使ってください。で、材料はカブ。で、ベーコンと玉ねぎ。人参が基本です。で、もしね、トッピングに使うんでしたら、缶詰のコーンとか、グリーンピース、で、スジャータ、乾燥パセリなんかも、もしね、見た目がちょっとね、新鮮やなと思ったら、足していただけたらなと思います。ね、トッピングはなくてもなかなくても全然大丈夫です。で、作り方なんですが、一番最初に株のね、葉っぱの部分を取り除いていただいて、実をちっちゃかったらそのまま丸っこ、皮もむかんと使ってください。で、大きいやつは食べやすい一口サイズぐらいにポンポンと大きめに切ります。で、こうやって大きく切ってたりしてるんですが、これでもちょっと煮崩れる可能性あるんで、ちょっとね、見た目は少し煮崩れた感じになるんで、この料理はちょっと良くないです。で、次にね、玉ねぎは普通に切ってもらいます。で、続きまして人参なんですが、人参はいちょう切りで火が通りやすいようにちっちゃめに切ってください。で、最後にベーコンなんですが、ベーコンはちょっと出汁を取るので、ブロックのベーコンって売ってるじゃないですか、それをちょっと大きめに切ってください。で、作る時に鍋にベーコンポンって入れていただいて、少し火が通ったら残りの野菜、かぶ、玉ねぎ、人参を入れてください。で、ちょっとしんなりしたら
水を加えていただきます。で、水はちょっとね、株からちょっと出るんで、分量よりちょっとだけ減らしてください。で、材料入れた鍋が沸騰したら、今度ホワイトシチューを入れていただいて完成です。本当にね、普通のカレーよりは時短でできるんで、もしよかったら、ほんま今の時期しか作っても美味しくないんで、よかったら試しに作ってみてください。で、最初にね、言ってた株の葉っぱなんですけど、株の葉っぱも今の時期ですよ、柔らかくて美味しいので、もしよかったら試しでお味噌汁の具に入れてください。で、今回は母親のアイデア料理紹介させていただいたんですけど、またね、思い出したら、またいつになるか分かんないですけど、またね、母の料理もちょっと動画にね、上げていきたいと思います。で、今回もね、最後まで聞いていただいた方、ありがとうございました。以上、ゆうのすけでした。ありがとうございました。